高圧蒸気滅菌気滅菌とは増殖性を持つあらゆる微生物を完全に殺滅または除去する状態を実現するための作用操作を言う。滅菌に関する国際規格である ISO1139 においてはあるものについて微生物が存在しない状態にする検証された工程であるとしている。微生物を完全に殺滅、除去された状態を無菌というが 現実には完全な無菌を保障することは困難であるため通常、滅菌とは微生物が生育できる可能性を限りなくゼロに近づける行為を指して使用される。医療機器の滅菌においては滅菌後の医療機器に微生物等が存在する確率を示す指標として無菌性保障水準を用い10から6以下を達成することで無菌性を保障しているとする。 主に医療分野や細胞レベル以下を扱う実験生物学で重視される。ただし、医療現場では消毒のために増殖能力を喪失させる不活化が主目的であるのに対し、分子生物学や生物工学では DNA や RNA などの分子構造までも破壊し尽くすことが求められる。医療の歴史においては、フランスの生科学者ルイ・パスツールにより、 微生物の自然発生が否定され、イギリスの外科医、ジョセフ・リスターが手術などの後に、傷口から可能してくるのは、侵入した微生物が原因であると分析した。ここから、外科手術にあたって、射出以外の方法、類似、還元する概念として、殺菌、消毒、洗浄がある。医療機関における再使用可能な監視その他の医療機器の滅菌や、 医療機器の製造工程における滅菌にあたって、滅菌の効果を的確に得るためには、十分に洗浄を行って、あらかじめ付着している微生物の数を減少させておくことが重要である。寒熱滅菌機ケミクレーブ滅菌条件の設定には、下記のような方法により、条件の設定を行う。厚生労働省薬食品局監視指導、麻薬対策課長通知。 薬事法及び採血及び強血圧染料、取締法の一部を改正する法律の施行に、伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理に係る、省令及び告示の制定及び開廃について、第4章第4滅菌バリデーション基準、農林水産省2008、別表、第27滅菌法 ISO11139 では、 完全に無金にすることはできないとしている。メッキンバリデーション基準 http://www.suehiro-iin.com/.arekore/.history/.html。ありがとうございます。